どうも、毎度です。ニックです。いやー、今日も最高の天気っすね。もう最高。いや、まあ、そんな感じですね。今ちょっと2つ のラウンドバウトを越えて、またね、今日はちょっと、まあ山というか、ブラッドマウンテンには行かないんですけど、ちょっとこの、なんていうかな、山の田舎道をね、プラッと友達と流してみようということで、まあ天気がいいんでね、出てきてます。はい。いやー、まあそんな感じでね、まあこういうなんかまあ新緑の中を、こうね、新緑とこの青空の中をね、こう走っていくということで、まあちょっとなんか動画でも回してみようかなみたいな感じになったんで、ちょっと喋ってみてますけども、はい。まあ多分ね、こういう時はおまわりさんが多いんでね、あんまり飛ばさない方がいいと思いますね。さっきも一度言いましたけども、うん。てことですね、何を喋ろうかなっていうところなんですけども、まあそういえば先日ね、5月の頭にちょっと連休を取って、うちの次男坊がね、2年前にカリフォルニア のサンフランシスコに引っ越したんですけども、まあ本来なら去年会いに行こうかなと思ってたんですけども、去年、行くわって言ったら、ってなんかちょっといまいちなんか乗り気じゃなかったんで、まあやめて、で、まあ去年はちょっとハワイの方に旅行行って、で、まあ今年はね、まあどうかなっていうところで連絡してみたら、もしよかったら来てくれていいよってことやったんで、行ってきたんですけども、うん。まあカリフォルニアやっぱりジョージアとは、まあちょっとやっぱり雰囲気も、すべてが違いますね。まああんまりそういう政治的な話はあんまりするのはどうかと思いますけども、まあリベラルな州という感じというか、まあね、まあこの辺のダウンサウスのジョージアとは違いますね。まあ僕的にはやっぱりジョージアの方が住みやすいかな。ちょっとね、ジョージア住んでても、もちろんこっちにもね、そういうリベラルな人はいてますけど、まあ、ソフトな感じのリベラルの人は全然問題ないけど、ちょっと向こうはね、結構、もう、人っていうのはそんなには合ってないですけども、まあもう雰囲気がもうそういう、リベラルがかなり強いなっていう雰囲気がね、漂うんで、あんまり好きな雰囲気じゃないかなと。実際今回初めてっていうか、ほぼ初めてに近いんですけど、以前行ったんがね、もう30何年前なんで、その時からあんまり好きな場所ではなかったんで、思ってた通りかなっていうところではありましたけども、でもそれでもね、やっぱり、いいとこですよ、サンフランシスコは。天気、気候もね、やっぱりいいし、っていうか朝晩はね、緯度が高いんで、朝晩はやっぱ寒いんですけど、昼間はもう最高に気持ちがいいし、で、海もあるし、山もあるしね、いい場所だとは思いますね。ただ街中はね、皆さんご存知と思いますけど、坂が、街中のね、アップヒル、ダウンヒルなんで、ちょっとね、移動が大変。街中やったら車の維持も結構大変やと思うし、ガソリンがね、もうむちゃくちゃ高いですわ、やっぱり西側は。この辺って、今5月の時点で、だいたいレギュラーガソリンで、3ドル20から3ドル50、ワンギャロンってとこなんですけども、カリフォルニアは6ドル50から約7ドル。倍でしたからね。
あれじゃね、やっぱりね、車維持していくのはなかなか大変ちゃうかな、みたいな、と思いますね。うん。で、ジョージアはやっぱりね、未だにね、やっぱりこういう環境なんで、ピックアップトラックの占める割合が結構多いんですけど、あちらではね、ピックアップトラック見ないですね。うん。まあ、街中っていうのももちろんあるんですけど、やっぱりEV のテスラで、ハイブリッドのプリウスがやっぱりすごく多い。うん。まあもちろんね、まあリベラルな州なんで、まあそういうエコとか、そういった部分にもまあ力注いでるんでね、あそういうなんていうかまあプロモーションというかね、そういうのに乗ると、まあ例えば、まあ、減税があったりとか、まあ、割引があったりとか、そういうベネフィットももちろんあるのかもしれないですけどね。うん。まあまあ、もう同じアメリカとはいえ、やっぱり広いですね。もう全く違う世界って感じですかね。うん。まあ、旅行ではまあ行ってもいいけど、まあ、住みたくはない街かな、僕的には。あんまりこういうことを言うと、まあ、息子に、まあ、嫌いなんやと思われてもかなわんから、まああんまりその辺はこの辺で止めておきますけどね。まあでもね、まあ、息子が住んでることによってね、まあちょこ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 まあ遊びには行けるんでね、うん、まあそういった意味ではいいかなとは思ってますけどね。うん。でまあ、ということでね、まあまあ、サンフランシスコの、感じですけども、まあやっぱりそういう、まあリベラル的な部分で、まあやっぱりそういうゴミの分別とかもね、ジョージアにとかに比べると、もう分別もすごいしっかりしてて、で、未だに何て言うかな、まあ紙、コップとかも再生紙で作ったカップとかね、で、ストローも紙のやつ。うん。もうこっちなんかも全然そんな感じも、一時期やってましたけど、もうそんななくなりましたけど、まだ向こうはずっとやっぱりその紙のカップで、紙の再生紙のカップに再生紙で作ってたストローね。まだどこも使ってましたね。うん。ほんで、あとはなんていうかな、スーパーのショッピングバッグ？ビニール袋ね。あれも、まあ、ジョージアは、ここ、ジョージアは、取り放題。まあ、取り放題って言い方おかしいけど、まあまあ、買い物行ったら使い放題。うん。全然、今までと同じ感じ。うん。でも、カリフォルニアは、まあ、そのバッグにお金払わなあかんと。まあまあまあ、日本と同じですよね。まあ、日本もバッグいくらかお金払わなあかんから、もしバッグいるんやったらお金チャージされるみたいなね。だから結構皆さんそのエコバッグみたいなの持ってきてる人が多かったですね。うん。なんかね、まあ確かに、どうなんやろね。まあ環境的にはいいのか悪いのか。うん。ねえ、まあ0か100っていうのも難しいんかもしれへんけども、なんかまあ住みづらいよね、僕らから。こういう社会に慣れてる、うん、人間からしたらまあ住みづらいし。うん、まあ、慣れますよって言うけども、どっちかって言ったら僕は慣れたくないね。そういう世界の生活には。慣れたくない。うん。やっぱりそういうね、ショッピングバッグ、ショッピング行ったらそういうショッピングバッグ持って帰って、それをね、まあ、ゴミ袋に使ってとかしたいし、で、オートバイもね、やっぱりそんな電気自動車よりも、僕は2ストローク、2ストロークが好きなんで、煙ボクボク出し走りたいし、もうなんかアンチみたいなことになってるけども、いや、そういった意味じゃなくてね、いや、もうちょっとね、まあ、寛容でもいいんちゃうかなと思いますけどね、ほんま、うん。いや、ほんまに、うん。で、あと、まあまあ、面白かったのはね、なんていうか、まあアメリカって州によってまあ法律が違うんですけども、まあここジョージアはそのなんていうの、まあそんな感じで結構まあいろんなことが自由にできる割には
マリファナとかはね、まだあのイリーガル、その医療用で、あの病院で使うとか以外は、あの街中でこう持って吸ってるとか、そういうのはあのイリーガル、法律違反、あのまあ、大麻やね、言うたら日本の大麻、まあ、マリファナはイリーガルなんですよね、うん、だから違法ということですわ。でも、カリフォルニアは、あのマリファナはあのリーガル、あの合法っていうね、いやちょっと違うんちゃうのみたいなさ、うん、いやいや、そこはもうどうでもよくなくて、そこはどうでもええことないでしょうみたいなさ、その日がやっぱちょっとリベラルの感覚っていうのはちょっと頭おかしいなっていうところなんですけど、僕からしたらね、うん、でそういう話で、まあ、あのもちろんそういうことは、まあまあ、みんな知ってるわけでね、あれなんですけど、で、まあ、あのカリフォルニア旅行行く前に、まあ、あのうちの息子と話してて、で、あの息子がね、お父ちゃん、そういや、あのマリファナ吸うのって言われて、聞かれて、いや、マリファナ吸うっていうか、まあ、まあ、もう今はまあ吸う、ぶっちゃけ、こんな話していいんかどうかわからんけど、まあ、今はもう吸ってないわなって、まあ、昔はまあ吸ってた時もあったけども、今は吸ってないわって、うん。っていうか、基本的にあのマリファナとかそういう、なんていうの、まあ、キノコとか、そういうなんかのメロに飛ぶような感じの、ドラッグ、お父ちゃんあんま、お父ちゃんあんま好きちゃうかなって、ね、どんな話息子にしてんねんって話やけど、あんま好きちゃうから、まあ、まあ、昔はやってたこともあったけど、あんまりやってないな、みたいな、話したら、あ、そうなんや、って、うんってまして、そう、普通に聞いてる息子も息子やけどね、あ、そうなんや、いや、とりあえず、もし、もうこっち来て、こっちは、マリファナ、合法やから、リーガルやから、別に、まあ、吸っても全然問題ないし、まあ、もしお父ちゃん、まあ、それ、まあ、もちろんそれ知ってると思うけど、もしこっちで吸うんやったら、わざわざそのストリートに買いに行かなくても、僕持ってるから行ってくれたら持っていくからって、お前持ってるかいみたいな、あ、そうなんやみたいなさ、オッケーオッケー、分かった分かった、じゃあ、多分な、旅行もそんな長いこと、そんな長い時間行ってないから。多分そのホテルで葉っぱ吸ってぼーっとしてのんびりしてそんな時間ないと思うけど、まあまあもし吸いだだったらまた連絡するから持ってきてみたいな、うん、ほんだ、あ、分かった分かった、ほんだその時また言ってなみたいなさ、どんな会話やねみたいな、もう、まあ、これも日本じゃもうありえんやろみたいな、お、じゃあ、あ、こっち来るの、オッケーオッケー、じゃあもしタイム吸いたかったら持っていくから言ってなみたいなさ、いやーもうね、面白いよね、アメリカね。最高でしょ。いやー、ほんまね、アメリカね、広いからね、おもろいっすよ。最高におもろい。うん。いや、だからもし、まあ、旅行で来てね、もし、まあ、カリフォルニアで会って、もし、マリファナも吸いたいっていう人がおったら、ぜひ、僕に声かけてください。工面しときます。工面しますから。はい。わざわざ危険を犯さなくても僕の方で工面しますからね。The fuck? いや、もうこの方で工面しますから。はい。まあまあまあ、そんな感じでね、この間、カリフォルニアに行った時に感じたことと、ちょっと面白いことを喋ってみました。うん。まあまあ、そんな感じでね、まあ、またいろんなところで行ったら、その時に思ったこと、感じたことをまた喋ってみたいと思います。はい。まあ、そんな感じでね、今日は今日はちゃうな。今回も最後までご視聴、大きいんでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。